本部図書館の一部となった倉庫東京第一陸軍造兵賞は大日本帝国陸軍の陸軍造兵賞の一つ。略称一造。主に東京都北区十条にあった本部を指す。埼玉県に川越製造所などを置いていた。明治44年に小石川から十条へ家具製造所を移転。関東大震災後東京工廠が小倉に移転。 十条の非交渉から十条兵器製造所を分離し、新しい東京交渉として発足した。1940年に組織改編によって、東京第一陸軍造兵庫となった。赤羽線を挟んで、西の板橋側は、東京第二陸軍造兵庫となっている。板橋製造所のほかに、川越製造所、小杉製造所、大宮製造所があった。 現在の小石川高楽園周辺にあった東京砲兵交渉の兵器製造所機能が移転。終戦後、アメリカ軍に接収され、東京兵器補給所第四地区となった。1945年5月25日の大空襲でほとんどが消失したが、焼け残った本部事務所は、東区の保安司令部になった後1968年からキャンプ王子となり、 昭和46年に返還され、昭和56年から帰宅文化センターとして利用されている。かつての工場敷地の南側は帰宅立中央公園、北側は十条駐屯地となっている。第一製造所の275号棟が現存しており、帰宅が土地建物を購入し、建物を利用した帰宅立中央図書館が2008年に開館した。 また乗客から内部を隠す目的で設置された、レンガも現存する。第一製造所滝野川工場の憲兵詰め所も現存する。本部の施設拡張に伴い造成。第三製造所福岡工場として発足した。跡地の西側は、上野大団地、東側は、イオンタウン富士見の、新日本無線株式会社川越製作所となっている。境界壁は、 工場の兵として現存。富士見の私立上福岡歴史民俗資料館には、工場の模型を設置している。富山、森松1987、420ページ。富山、森松1987、602ページ。陸軍造兵賞川越製造所第22回特別展。ズロク東京第一陸軍造兵賞の奇跡富士見の市、上福岡歴史民俗資料館。 ありがとうございます。